そう、いや、なんもない。あ、これ触ってよ。うわー、ヤバブレ来た。うん、でも、ちょっと9割先読みなかったんですけど、9割です。あの、カスタムしてるんで 95% あります。変動開始時だとそうだもんね。 やっと、それさ、大丈夫だよ。さすがに大丈夫よ、ヤバブレ来たら。やっとラクスが来ました。連続予告、あ、いいですね。6か、いやいや、意外と切るよ、6だ。だって大丈夫、うん、お、出ました、今日2回目です。目覚めの刃、ダダダム、フリーダム、フリーダムでお願いします。フリーダム行って、前降りる剣好きだっけ、先降り1、ね、フリーダム、フリーダム来い、フリーダム。完璧な流れ。これさ、どうなんだろうね、あのユニコーンの時ってさ、3つ揃ったら大当たりの濃厚とかあったじゃん。ああ、今回ないのかな、キーポイントね。そうそう、だって目覚めの刃と4回キーポイントの3つか。そうそうそうね、いや、もうこれ外したらもう、そうよ、これはね、本当にきつくない。マヨリール紬は、だってこれ77.8%でしょ。そう、あります。これすごい綺麗なんだよね、その映像ね。すごいよね、これ初めて見る。でも私初めての初当たりもこれだった。あ、え、むしろこれでしか当たったことない、まだ。あ、本当に？そう、今日でに、今日当たったつもりでいるけど、これ当たるんだったら、これ私今回のシードで2回目の初当たりです。大丈夫だよ、1回しか当たったことないんです。大丈夫。わあ、タイトル普通の、ね。いや、もうレバブルあるから ね、レバブルが強いからね、信じよう。さあ、なんか出ないか出ないか、見てるだけかな。チャンスアップないね。全然当たる、それでも。そのままポーン、気持ちいい、やったね。それでもイエーイ、430回転目でございます。お、なりました、超ベリグー。あ、いいですね、いいですね。いや、これ3000円じゃないかな。3000円だったらいいな。切り裂いてほしい、 20% 取ってて、頼むよ。何も出ない。そう、何もね、ないか。いやいやいや、20% で3000円、大丈夫、切り裂く、切り裂く、切り裂いてくれ、頼むよ。裂いて、裂いて。26,500円です。ダメ、ダメだ、もうほんと引けないのよ、3000円。さあ、ここでレインボー、レインボー、あー、通常だ。ちょっと、もうほんと、まあ時短でも引き戻そう。 15% ね、はい、頑張ります。100回転の時短で601分の1。わあ、ここはね、601分の1なんで結構大変ですけど。大好きじゃないんですよ、うん、おい、止まれ、 VS、 VS 止まれ、ダメか、うん、あ、いや、あら、綺麗ね、ダメでした、ちょべりばでした。惜しくもラッシュ突入ならず。あ、え、だから飛び込みで、あ、飛び込みで点滅だった。あ、先読みなんないか、どうなんだ、飛び込みなんないかかな。ハークエンジェルだよね、ハークエンジェルアタック通常です、デフォルト。でワンチャン、ワンチャンあるかも。一応ね、ハークエンジェルで 20% あって、あ、攻撃方法が何か、うん、え、待って待って待って、ローリング大手濃厚だ、すごくない。あ、やっぱ先読みだったんだ。え、先読みだったのかな、飛び込み導入でもうピコピコってなったから大手濃厚です。ちょっとすごくない、イエーイ。え、でもこの当たり方は本当いい、いいね、気持ちいいよね。こういうなんかサクッと急にみたいなのが多いんですよ、この台。でも本当通常にそういうところはね、本当に面白い。やったー、318回転目、3900発残し、チョベリグー。
いや、ちょっとラッシュに6か。そうだよね。ほら、あーさすがに無理だったということで、通常なんですけども、まあまあまだわかんない。レインボーレインボーハムバーレインボーレインボー、あー通常でした。なんとか時短で引き戻します。しかし引き戻しのハードルは高く、あー終わっちゃった、残念、何もできずでした。